就看那个就很想吃炸的吗？对，对，你就看了那个就很想吃炸的吗？那个，听不到你讲什么？那你开多大声？怎样？居然唱到很认真的地方。OK。你说什么？嗯，没事。行啊。彼得。啊，我在喝高蛋白啊。烤鸭啊，烤鸭，等一下，烤鸭，白痴啊！142，好了好了，等一下。嗯，不行吗？我是不能喝高蛋白吗？你今天有运动啊？哎，用电打的。人话你卖到一大包都没喝，拜给可以给我喝，谢谢。那个药膳，但是买，要么是你买的粉的问题，不然就是你瓶子的问题。哎，那跟我们一样啊，那怎么咬不散？我没有懒呐、啊。英国奶茶，哎，不是啊，我就不会有咬不散问题。今天又有了吗？好，今天是最后了。动物之歌今天只开了一首吗？你知道谁被淘汰了吗？你要知道谁被淘汰了。谁？嗯，你直接跟我说。你猜。谁跟谁？你先跟我说谁跟谁比。没有啊，不是一组七个人吗？谁呀、啊？你跟我先跟我讲有谁呀、啊？Gawan、Pranzo、阿夫、阿法、马克、Forty、Steven。罗 体一定被淘汰啊 ！Steven 应该也会被淘汰吧？他这么水 前面还有谁？马克、哦，马马克，克真的没什么印象哎，他应该也会被淘汰吧？马克留下来。马克居然留下来了，我没有听到马克。前面还有谁？阿夫，阿夫，
还有谁？阿万、宽手、宽手、阿法、阿夫、阿万、宽手、阿法、阿夫、可。阿法。哦，妈其实我也没有很喜欢阿法。八点到十七点。你去买一个比较好的瓶子啊，彼得，应该会好咬很多啊。而且你在装那个，你在装的时候，就是你粉上去嘛，然后装水的时候，然后你不是要把盖子盖起来，然后盖子上面通常不是上面你喝的地方会有个旋转的地方，或是你扣下去，那个先不要盖紧，然后。你先把主体的盖子盖上去旋紧，然后再把上面再盖下去。就是你先把整个盖子盖上去，然后上面你喝水的地方先有个气口，先把它打开。你试试看啊，因为我之前我每次都是上面的我喝水的地方先盖紧的话，再盖下去。它有时候摇不开，然后不然就是会那个会爆出来，就是如果你那个橡胶疲乏的话，会漏出来。干不用吧，果汁机。来下一个，领取奖励，进食闲置动作，我靠，这是哪？哇，他选了一个周遭完全没有，选完角啊，你们在下棋啊？力啊！不可能是那个上气！到最后刻才闲置动作，闲置一下。年龙骨，火类型，好的，漂亮。
火火火火火，哎，有强攻。有个人，哎，怎么有中间有宝箱？漂亮。手をつなぎましょう。これこそが知恵の伝道。しっかり立ってな。おとなしくしな。急がか。ふっか。よっ。せっ。やっ。ほっ。痛がっちゃいないの。糸よ、光沢せよ。ほっ。と。ふふ。有宝箱，称賛すべき好奇心ね。拜拜。哎，算你会掉素材。痛くし、嫌い。マジで。ガチャッと。どの目が出るか。かかれ。さ。せ。是时候回去练个歌了。打个音键。鬱陶しいよね。こんなんじゃ居眠りもできないじゃない。等一下。哎，等，但派遣先解一下好了。急がなくても。星とし。もいいのよ。よいしょ。来啊！要熟悉一下，前面一定很搓。设定一下，调整校准一下。时间，
啊啊！再一次，哎、欸，哎、欸，不用哎、欸，直接96了。嗯，很喜欢这首，再打一次好了。那可不可以打个更高的？哒哒。啊，不行，再一次。这个是哒哒哒哒哒哒哒。98，好了，就这样了，就这样了，这一个失败，可以可以。哎，这是最喜欢的一首吧。啥？对，诶，留影不是留完了吗？哦，忘记拿奖励。这个有点想明天一起解啊，解解好了，解解解解。哒哒哒哒哒哒。
Go go！ 啊，哥今天真的是比较没有精神呢、啊，怎么那么简单？我不会玩错了吧？应该没有吧？应该不会坑到玩错吧？喂，没扭掉，算了，走那边。刚刚好，这边还有一颗、哦。哎，哎，三千，我是按 B 啊，刚刚是按成叉。开灯，要开灯吗？几千啊！啊，用六千比较好，比较保险。比较保险。然而。风花之会还没还有两幕没解，来来来，把解解解解。旅人さん、バイモン。刚才白喝完了。ちょっと整理の仕事をしてたの。あ、そうだ。ティナリさんもセノさんも出かけてる。まあまあって私が思うに、あの予言が示してる。还是没有把酒拿去冰。それぞれ4つ異なる領域を指していると思うの。つまりだよ。还是没有冰啤酒可以喝吗？書いた人はそれを読んだ人の知力を試したかった。前一晚。でも。一人が同時にすべての知恵を備えるのは難しいでしょ。私たちは勇気を持って大胆に質問して、分かる人を探して意見をかき集めるべきだと思うの。それにこの予言の中には特定の人を探さなければならない命題が2つある。もしかしたら私たちの知ってる人が予言の答えになるかもしれない。ってことは、うん。命題じゃあまず一つ目、私はやっぱりアルベド先生だと思うな。そうだぞ、スクロースは種が4倍大きい。え、わかそうだ、ティナ、うん、それから次は、その上人のた、あ、モナの、モナさんならベネットは入らないか。ほらベネットの運勢相当悪いだろ。明灯、つまりあいつとキャラの行動をすれば方向が見つかる。確かに一理あるかも。一応書いておこうぜ。人探しにそんな時間。好缓。偵察。地狱倒霉鬼。感覚がかなりいいからな。アンバーさんはやっぱり立派な。他に候補はいるか。アルベド先生はセピロス騎士団遊撃招待のミカさんに。フルセット、他の人に測量、うん、待って、もうすぐこ、うん、こん、
く来ちゃってごめんなさい。あ、スクローズ、私今準備してて。あ、なんだ。気を楽にして。うん、お前とまだ話の途中だって。次は3つ目だったよな。え、どうかな。じゃあ、いよいよ、お前もけどって思ってるんだろ。返す言葉もないよ。吟遊野郎、あの吟遊詩人代理団長の陣さんは例えばリサさんが図書館に入り浸、あとはクレイちゃんをあやすときも、オイラたちが厳しすぎ、私教会のロス、あ、クレイさんはロスだいぶ前、彼女が錬金場を通ったことが、その時アルベド先生に何か、当時の彼女の表情はまるで、だから彼女、ロサリアは確かに喧嘩が得意そうだし、やばそうなやつに見えるよな。私もそう思う。それに教会のシスターから聞いたんだけど、ロサリアすごいやつ。それならセノさんも入ると思う。セノは見るからに嘘なんて。じゃあもう一人、レザー。私ももう一人思いついた。見習い。ほら、メモしてメモ。待って。あ、彼は、その、実は誓ってたんだ。スポイツ、好きなやつができたのか。そうなんだ。誰だ。お前は知ってるのか。私もまだ会ってないの。そういえばディマイオスの力になってあげて、好きな女の子から OK をもら、でもそうい、女の子への手紙には、わかるよ。そう、そういうこと。使いやすい。それじゃあ意味、いいぜ。それじゃあ最後はリサさんとか。確かに伝説。コレイはどうだ。私も入るのか。好烦。もちろんだよ。メモするね。我靠，可是我的赖刚好是在那边的。啊？我赖刚好是在那边的。看，你刚好在里面啊。没事没事没事，我有办法我有办法。看，你白痴哦，不要看。好，我直接把它关掉就没看了。应该都没看。Don't。看的。QQ。啊，这很爱，这很爱在这种时间点传照片。没事。虽然我没有兵，但是有我们上次剩下的金牌。刚好在上金。嘟嘟嘟嘟嘟。这改个金牌加啤酒。哎呀，舒服。私は錬金物質図鑑分析と活用、不思
近そうだな。タイトルもよくわ。もしかしたらクレイちゃんも。よし、じゃあクレイ。うん。そろそろいいかな。そしたら次はこのリストにいる人たちに予言に関すること。みんな探すの。そうだよね。いいぜ。あと。わかった。そうしよう。旅人さんとパイモンはもう長い付き合いだから。じゃあそっちはすご。うん。絶対力に合う。無敵の。まずは拠点の安定。拠点。じゃあねえ、それか。老子好。リサさんのアジトに。なんだか私間違った単語でスクローズを引っ張ってきちゃった気がするんだけど、どうしよう。リサさん、あの、あれ？어디에？スクローズにコレイ。コレイ、やっと来れたのか。はあ。頼むからさ。そういうダジャレとか寒いジョークはやめてよ。僕でダジャレキングにでもなるつもり？あれ、リサさんはいない。驚いたかい？彼女は外出。俺は違うがな。俺は資料を調べて。リサさんって。ああ。彼女がスメールで指示していた先生は。俺の。なるほど。どんな予言だい？なるほど。ああ、その、あ、スクロースボックス。うん。来る途中で、だから、ゴース、でも、スクロースボックスって呼ばなくてもいい。確かに、いい方法。ああ。わかった。うん、お願いします。じゃあ、ここにいた人。うんうん。二人とも内気な性格なのに。こんなに仲良く。コレイはモンドに戻ってきてから。確かにちょっと外へ出かけて、かつて歩んだ道で若い。ああ。だがでも今は違う。コレイはとても敏。僕があの子の面倒を見てる間、モンドへ来て植物を探すのもそうとは言えない。こういう時は。ああ、お前の言う。もう少し彼女に。それはそうとも言える。君たちから見ればそうかもね。スメールでは学術的資源は社会資源に等しい。まあ僕たちさん。なるほど。論文というのが。俺たちの関係はどちらかといえば兄弟みたい。あんまり認めたくないけど。理解できるよ。僕、君たちが言ったことは全て。それはそうと。その話題は年齢から見るともちろん。君の精神年齢の方が若いんだし、君が弟ってことでもいいと思うよ。ダメだ。俺の方が遅れを取っていると認める瞬間は失声召喚で後手を引いた時だけだ。あっちはあいつらに任せ。あ、昼間だったら。安指标来了。可愛い子ちゃんたちがこんなに踊る。師匠、いつもの場所にいない。私だって椅子に生えているわけじゃないもの。今日はちょうどミカも来ているから、ベネットとレイさんを紹介しようと思って。お互いよく外を回っている身だから。こんにちは、ミカです。よろしくお願いします。そうかしこまらなくていいぜ。こいつらとはもう長い付き合いなんだ。ウィンドブルームさ。オイラたち、まだ。よ
それとも悪い予言？あら、面白い。お前らのリストには俺自分を信じる。そうですよ。自分を信じましょう。相信自己是反指标。じゃあ俺は大胆に意見を出すぞ。今すぐ考えをひねり出さなくて。とても行き届少し他のやつにも知らせるんだよな。うん。じゃ次は星拾いの運悪く。可愛い子ちゃんたち。私のノートによると次の場所はあっちだな。うん、じゃあ私についてきて。散掉。怎么突然就要走了呢？弱弱没。よかった。誰かいるみたい。アンバー、それにエウラも。あれ？スクロースお姉ちゃん。それに長いマフラーを巻いてるお姉ちゃんも。コレイ、ちょうどあんたの話をしてたところだったんだ。あ、彼女のことはまだ知らないよね。紹介するね。この子はノエル、セピロス騎士団のメイドさんなんだ。コレイ様、こんにちは。過去にもモンドにはお越しいただいていたようですが、その時はご挨拶ができなかったので、こうしてお会いできて光栄です。ああ、こんにちは、コレイだ。そう固くなることないわよ。楽にしてちょうだい。別に今は外交の…クレイちゃんはどうしてここに？お魚を奪還しに行くの？違うよ。そういえば、私とコレイさんを覗いたら、ここにいるのってみんな女性の。前に聞いたことはあったけど、こんな若い騎士がいるのを見るのは。コレイお姉ちゃん、アビディアの森で見習い。まだ正式なレンジャーに。では私と同じですね。さっきパトロールとは言ったけど、別に正式なものじゃないの。緊張するんじゃない、コレイ。当ててみようか。さ、そうそう、近頃町にスメールのお客さん。アンバ、うわあ、ごめん、私ついうっかり。どんなサプライズかまでは口を滑らせないでよかったよ。で、ダメだ、今は何を話したらいいんだ。実は何何、スクロースがきっかけを作って。面白い予言ですね。ただ、なるほど。ありがとう。友人なんだから急いで返事を考える必要。うん、クレイ書くよ。面白いわね。みんなで思いついたことを書いて。安心して私たちに任せて。どこを回るの？今日は暴風山地からモンド。うん、気にしないで。またパトロールはあるだろうし。あ、あ、またお会いしま。コレイさん、大丈夫？そんなに丸分かりだった。そういうわけでもない。つまりバレバレだ。もし悩み、スクロース。あ、でも仲のいい友達なんでしょ？ああ、アンバーのことは友達。私にも昔モンドにいた頃の私は、アンバーがいなかったら私は今みたいにここにいなかったかもしれない。だからこそ。でも、むしろそんな考えを持った自分がおかしかったんだ。コレイさん。スクローズ、あのさ、昔私に何があったか聞いてくれないか。
この子の状況は。ごめん、まだ知り合ったばかりなのにこんな。うん、あのね、他の人から本音を話してもらえるのって、だって私、でも前に私が錬金術の話をしても、あなたはさっきの話を聞くまで本当に。本当だよ、あなたが言ってた感覚って私にもわかるの。言葉を口にする前に何度も頭の中で考え直すの。あなたと出会うまで、ここまで私、人を慰めるのって苦手で、もっと楽観的になろうとか無理には言わないよ。こうして座っていよう。スクロース、本当に何も話す。スメールにいる時もよく場所を探して景色を。今度の風は柔らかいな。ねえ見て、あの雲、私の試験管に似てると思わない？え？ああ、私は思わないかな。ごめん。そっか。じゃあ私たちってまだス…スクロース、ありがとう。でしょ？私もよくフラスコに話しかけるんだ。何が4倍だって？私の自慢の作品なんだ。全然は。あなたならもしかしたら。ああ、わかった。ぜひ私に見つ。そうだ、クッキーがあるの。うん。チーズ味にするよ。あの二人、景色を見てるみたいだね。あっちに行って一緒に遊ばないの？その必要はないわ。そうだね。コレイが今一番必要としてる。よくわかんない。何？全然違うよ。クレイももう少し音。はい、怎么突然用要消灭魔物。覚えたわよ。ナブサのリン。殴られたいの。太突然了吧。这饼干真的很好吃耶。是不是好吃？嗯，果然香港人很会做饼。嗯，甜而不腻，清爽清爽。嗯，然后呢？急がなくてもいいのよ。何の騒ぎだ？ティマイオス？それにロサリアとモナ？一体どういう組み合わせだ？私も聞きたいです。これは一体どういう組み合わせなんでしょうね。久しぶりね。その様子だと変わらず元気に過ごしていたようですね。そうだな。少なくともそこで地面に倒れてるやつより。そんなこと言わないでくれ。よく言えたものですね。もちろん分かってる。気にしないで。別に手間がかかったわけ。確かに手間はかかっ。何があったん？うん、実は今日僕が星拾いの崖に来たのは。けど
そう。はあ、さすがにこういう場所で死を求める人には。別に死を求めてなんかない。だが聞いてほしい。はいはい。人の少ないところを探して静かに過ごそうと思って。なるほど。だから水裏の。オイラたちの運を試すため。え？うん、え？そういうこと。そんな予言が。けど今日ここに来たのもその好きな女性に。ストップ。そんなの誰も聞いていませんから。ストップ。勝手にそのバレた。手がかりが必要でしたらこの君たち急ぐ。うん、じゃあな。もちろん。早かったみたいだな。お疲れ。ああ、こっちは少し早く戻ってこれたから今日はついてるんだ。近くのお店から。平気平気。今日やっておきたいことは全部終わったから旅人さんとパイモンはゆっくり休んでて。スクロースってアルベドと同じで。そんな。それよりもうお腹ペコペコだよ。私はスクロース。うん、今日はもう解散して大丈夫だよ。準備ができたらまたここに集まって情報をまとめよう。これとこれ、あとそれも。这猪吗？だって、本当。ぷは。品物は全部用意できた？じゃ。ああ、もちろん。酒と。ちょっと、こんなに付き合いが長いんだから。暇なら、わ。景色を見てるの？銀曜野郎、お前もご飯を食べに来たのか。おごってくれるの？だからその気持ちはこ。それよりいい。いいしろ。見ればわかるさ。なんだこれ。今の君たちに一番必要なもの。予言にある謎。その地図が示す場所に。僕が君なら自分から答え。秘密は長年寝かせてきたお酒みたいなものでしょ。みんなでとりあえず、もし暇なら。またそれをやる。うん、でもそれじゃ。金融野郎に会うたびいつも自由気ままな感じがして。少しお話いいかしら。こんにちは。私のことは君と同じで、よそ一杯ジュースをおごるけどどう。そうけど、私の行為を否定しているってわけ。そんなのがわかるの。ええ、さっき商店街で買い物してたとき。もうそれってとてもモンドらしいものだと思わない？だから失礼を承知でお願いする。予言というより、私は遠い異国の生まれなんだけど、つい最近偶然その人で、確かに。じゃあ予言の件は。ありがとう。それじゃあ、あの格好確かにモンド人じゃないみたいだ。私のために存在しない花を見つけておくれ。私のために絶対に迷わない道案内に。私のために自由に見えるこのモンド城でも、君みたいに私の後ろをひそ。君にもいい。
注意。多少？怎么这么多？1900元石。biu biu 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 biu。上次那个啦，上次的开台奖励。现在是鹅。等之后星球有这个再来弄。星球，你确定什么时候上吗？426，哦，嗯，一个奇妙的日子。426。情報提供者から知らせがあったわ。どうやらまた新たな変数が現れたようね。8点到12点。太想玩星球了吧？应该是原神对你来说也是任务解完就空窗了。让你没动力的。那还有好一段时间呢。对，红山也是大全部剧情都解完的嘛。所以你也是全部剧情都解完的吗？原神啊。時間だな。合成台の近くにいるスクロースとコレイに会いに行こうぜ。来たぞ。你是最新的。OK。旅人さんにバイモン。うん。やるべきこと。啊，其他那种四星的任务也都解完，就是四星角的任务。最近好累，怎么了？好，睡觉。下面艺术。生病吗？还是没有？单纯累。借他玩。对哦，讲到这个，让我想到一件事。一定要借朋友玩啊！管理其他点，哎，怎么分享？有点忘了。
嗯，怎么增加授权呢？哦，找到了。单纯累，是不是要去运动啊？动起来。算了，改天再研究。懒得看完。存在しない花に関する手がかりを簡単にマティナリさんは。存在しない花をパラドックス、私の答えはというと、次はゼモナは一緒に予言の背後にある秘密を見届け、ミカからはそれほど手がかりがないけど、ティナリ師匠に植物の分布図を書いて、それからアンバーは手紙に嘘をつかない人に関する手がかりはね、ティマイオスは私たちに手紙を届けてくれてないみたい。最後は永遠に終わらない伝説、リサさんは伝説、それでこれもしくははっ待ってくれキモイオス、ごめん時間がなくて手紙を書けなかったんだ。え、別に信じないわ。ああ、僕とウグイスさんのことはまだ、を簡単に話すと、ウグイス、スクロースが言ってたティマイオスって毎日合成台、もちろん打ち込んでる時だってあるよ、いつも手紙。話を本題に戻そう。で、お前が欲しい。その通り。せウグイスさんは経歴も見識も僕いったけど、昨日アルベド先生から聞いたんだ、スクロースさんは最近とある女の子の夢のために頑張っているんだろ。それに僕が課題を確認しに行ったら、すごくみんな他の人のために頑張ってるのに。ティマイオス、だから僕、でもそしたら先月からずっと計画してたんでしょ。確かに手紙にはそう書いたことがある。今は他のことを頑張らなきゃいけない状況で、それが終わっ、プレゼントも手紙もて、とにかく僕の、そこまで言うん、ありがとう。これで残りの人について、それじゃあ名前を呼んでいく。花、道案内に伝説、それからティマイオス。なんでこのお兄ちゃんだけ名前で呼ばれてるの。よしよし、はい。クレイちゃんがいると、なん、雰囲気が和らいで、もちろん私、僕も、おいおい、実はわかる、とはいえ予言の意味、ああ、それならもう知って、さすが、いつも解決策を見つけてくれて。ならそこへ案内して、うん、制服之灯在。地図に書いてあるの
こ一帯だな。どれどれ。ここによく考えたら、予言には至福のランプがどんな形なのか書いてなかったな。私たち少し消え旅人さん紙にか向天空索取答案。どれどれ。顔を上げる。耳の尖った猫の背にリスを。わ、風だ。見て見て。相当強い風域だ。上に行ってみよう。え、飛ぶの？誰か。僕。あ、僕。呆呆我。干嘛？我蟑螂死掉的，吓死人了！叫成这样。评论要尖叫，谢谢。就死了吗？干嘛？吓死人！吓死人！叫个安尼，
어요? 但是温迪在搞。門戸の上空にテーブルに何やら椅子の席につき、うん、このヒントに待ってくれ。念入りにチェックして。それにしてもアルベド先生、状況はどうですか？うん、すべて問題ない。罠や仕掛け、それにつまり僕たちは予言を叶えるため皆パッと聞いた。さすがアルベド先生。なるほど。モナどうかした？モナお姉ちゃん、ありがとうございます。クレイちゃん、でもそういうわけではありません。先ほどアルベドが調べていた時に、ここの異様な雰囲気、この細工が外部の環境によるものでないのであれば。まさか。はあ、そこまで言ってお預けかよ。クレイ、アルベド、あ、一緒に、うん、モナお姉、じゃあ一つ頑張れスクロー、うん、私の答えは種が4倍大きいスイートフラワー。絶対に迷わない。みコレイ、答えが見つかった。私の答えは、私はいつも全然大したことないし、私はあん三つ目の問題の回答者は僕だ。嘘をつく。子供の頃から大人になる。それとさて、永遠に終わらない伝説。おい、ランプが光ったぞ。うわ、ランプの面が4つとも全部光ってる。え、でもこれ、ああ、ふん、え、これどういうことだ。なんで人が変わったのに。みんなそろそろ正確な答えがない。古く謎めいた予言だが、これはまさか。うわ、僕たち以外にもこんな場所に人が。また会ったわ。あ、お前、みんなのおかげで私はこの場所。そうかい。あら、本当に。挨拶はいいわ。私がここに来たの、私が異国、君がこっそりと栄光の風に忍び、私は毎日いいわ。どうして？心配しないで。それを私に残して、古くからある女性し、そんな、あなたが B の弟子だったのね。お名前は金金聞いていたわ。BJ、 のそれを説明するには、君たちがわざわざ言う、ランプはすでに光った。なら次はあなたの安寧を妨げることをお許しください。あら、どうしてこれが。ランプの向こうにいるマダム。ママ？ん？若い人の声。マダム、私はジェイの子。久しぶりだね。まさかジェイの継承者が。ま、待ってください。どうしておばばの口調を真似する。おばば？その言い方、まさかモナ。誰です、私の師匠を真似するだなんて。うん、それがどうした。アリスさん、僕もいるよ。ママ、どうしたあなたたちもいたのね。アリスさん、どうして。だってこのランプってもう何年も光ってなかったから。なんだよ。このランプの管理を風神バルバドスに任せたのは確かに覚えてるけど、どうやらみんな、もしかしてあなたたちは、うん、そう、まさかこんなことが。待てよマダム、
みんなわざわざ来てくれたんだし。魔女会は知ってる？秘密結社みたいよね。彼女たちはかつて大胆にも風神に挑んだの。でも彼は歌を口ずさみ、ダイヤを引き、死で争いを終わらせようと言った。それ以来、魔女たちは森の中、崖の近く、空の上でしか集会を開かなくなったわ。物語と秘密を持ってお茶会でわだかまりを解くの。魔女たちは争わない。この誓いを見届けるのは茶葉と美味しいケーキのみ。昨日愛する人を殺したわ。彼は老い病気だった、はあ、深く愛していたから私は彼の運命を背負い、その苦痛を終わらせた。私は息子を一人育てたんだ。数ある子供のうち残ったのは彼一人だけ。母になったと言えるだろう。试管婴儿。私の寿命は君たちほどではない。将来君たちの相手は私の絵本がする。もちろん君たちのこの相手もね。うん、そいつは面白い。占ってあげよう。予言で私たちの良き仲を引き裂かないでよね、親愛なる姉妹たち。どんなに恐ろしい魔女もかつては少女だった。でもいずれ成長する。だから自分の悩みを風に聞かせるの。国々の戦争も天地の崩壊も、世界がどうなろうと、魔女たちのお茶会は永遠にここで開かれる。つまりこえ、ま、でもそれはね実はそれはジェイの結果。やっぱりアルベドちゃんが答えを言わずに我慢してくれてたのが。いや、存在しない花。ゼ魔女の一人が愛する人と余生を共にしようと会を抜けた時、存在しない花。文字通り世界にはこの世に存在しない種を絶対に迷わない道案内人。ここにいる人たちの中には、例えばそうね、もしもいつかどこかで世界には嘘をつかない人、それは私が。それから永遠に終わらない伝説。あ、私も大好きな童話の。そのような人が魔女の書。なんだか確かに不思議だけど、これら全てが真実であることは、アリスさん、あなたはどの代の J の継承者も認めてく。あなたも。というより、以前まではあなた方がこの世界の目。がっかりしちゃった。今までどの J の継承者も認めてこなかったけど、いつも興味本。今すぐにというわけじゃないけど、時間ができたらあなたに会いに行く。つまり仲間たちから。ええ、私たちが彼女に送った手が、私たちに会いに来て。あなた、家庭はあくまで家庭に過ぎないの。この質問をした子、あなたも分かっけれど、最も心から愛する友と。クレン、よくわからないけど強いて言うなら、魔女会は私にとって。さて、他のメンバーはまた今度紹介。またね、ママ。ほら、ドドコマ、ママにバイバイって言って。え、またね、クレちゃん。それから、それと今の時期は。ええ。そして、ええ、本当に偶然。大丈夫？大丈夫。ちょっと酔っただけだから、時間を見つけ。まだ他にも悩んでることがあるみたいだな。
好、哦，我在玩，明天加油。大したことじゃないんだ。アリスさんの話はでも確かに。ああいいや。違う。私はこの話は。ウグイスさん、君たち顔を上げてあっちを見るんだ。ん？ウグイスさん。俺がウグイス本当。ウグイスさん。うちに会うのがそんなに嬉しかった。その文句を言いに来たんや。大事なことをやき人の声で。うん。ティマイオスが自分それより人の幸せを。でも私はスメー。それでもあなたは私うう。トシ、これは私の先月ご飯を食べてもだからね。二人ともなんだかあ。これって、うん、この前すごくいいものととても甘く私、うん、これ君が勉学に励んでいるありがとうもうあスクラおうそうだったあやういいのもちろんおほあ幸せの子幸い試験管にはまだ少し研究結果が出た手紙を書いてくどうやらティナリ師匠ペンフレンドふうふうと息を吹き込んできたいいよペン僕たちスメール人のモンドでのイメージ俺がモンドを好きならそれでそうだ旅人このカードのこれはセノの意志なんだ俺は強いぞうわかなりちょっと待ってくこれ今プレうんこれはスメールローズで作ったしおりモンド人は今日知ってるかそういう家庭じゃなくそれからうわーおいらたちのこれがああモンドの種じゃないけどこれを昼夜をとうんスクロースおあの雲天哪！好多人在线上。做好了土纸杉木
动物。民居。这几个消防埋起来。拉面屋台。啊，没钱啦。好，这些。这些都不会加吗？待学习，吓死我！说不可能那么坑吧？捞什么？捞什么？血沙木。非常不够了，再买便宜一点那个图纸。童貞についてのご質問。按错了，按错了，哦，按错了，不小心按到一颗脆弱，我换不掉了，我已经满了。不想要打。还是去打那个绝缘。绝缘你用一颗什么浓缩？我已经满了、啊。用浓缩换掉的。什么意思？我已经满了，我的那个160已经爆了，已经到170了，然后浓缩也。打一打。哦，浓缩你要打吗？
你那么多天没打，你都没办啊？然后我都在打这个。偷偷打。然后我就打海哥的。你打你在打草套。暴打一波，等我一下。把麦关掉。私のお家にいらっしゃっておとなしくしな役者のリング終わりで撤収かかれもらった
不是他妈的不够。血战，血战，战战战！妈的小狗，你有病是不是？你才没礼貌吧？私のお家にいらっしゃ。おとなしくしな。ラブサのリン。どの目が出るか。かかれ。もらった。又是一二三四哎，喂，太狗了吧，这个运气。哎，哎。看一下，像牙齿刀有几个。呀，九十，二十年没有半个新生儿，这个村要灭亡。二十年没有半个新生儿，也太惨了吧！相手を間違えた。全村都爱。これこそが知恵の手。真的吗？可是这也太神奇了。手をつなぎましょう。有，但是他们那个村子也这么
太少了吧？那那个村啊，村。村呐、啊。就是乡下的农村，会发发生病的。急がなく是出现大只的。知識はあなたにも。おとなしくしな。やっばれ。終わりで。撤収。いた。十番。の中に砂が入った。山赤念哇，我那时候到底是多浪费书啊！一堆没在用的，我全都把它升到40。又打每日啊？那我在干嘛？啊？那你代表要打每日啊？你先刷牙。我先刷牙。还没啊？你先刷牙。打完马上睡觉。啊。
会不会没冰吧？没冰，忘记了。咦？里面长蟑螂，罪魁祸首就是你。哇哇哇哇！那个时候就还很热。你有擦那边的桌子吗？那边有用擦吗？你觉得主办不会用到吗？当然是会用到的。
小鹿揍人。何か忘れているような。まあいいでしょう。また思い。哪里呢？也可以。爬上去啊！你们好。相手を間違えた。邪魔をするな。やばれ。地震史。我靠，他杠，直接闪过了。刺青啊？不是啦，杀虫。哦，那我可以混分吗？不行，你要带阿仁哦。我带半藏屏障啊。終わりで撤収。左手丸見えね。急がなくてもいいのよ。
軟弱の修正。いざよ、交錯せよ。捕まえた。阿乐的武器也才五十吨。故郷からの刺客か、それとも警察の水を犯すものか。生物の姿形を羨み、純粋はあらゆる形へと変化する。この水の力で裁きを与えよう。いかようにもなれる。それが水の力。地上の生き物は盤石な足場を失うことで力を失うだろう。全部丸見えね。いかようにもなれる。それが水の力。いかようにもなれる。それが水の力。龙啊，是不是还在龙？站站着，因为我没看到。出了吗？哎，等一下，你就这样，就这样。我要把握前面攻击时间啊！你就弄。你这，你都多那个前面，我可以打到，有时候可以打到一半吗？啊！
来了哈。彼得好想吃芦荟，看我好想吃盐酥鸡哦。彼得怎么还想吃芦荟？彼得怎么这么晚都想吃芦吃东西？那你就点啊。对啊。请执行。行动力。15抽了，现在有很多抽。干嘛啦？哎，差三分钟，我挂一下。啊？那就满两个小时啊。就算两个小时，我要吃 B 群。帮我打一下 B 群，谢谢。你明白？啊。这两只猫真的很哭。我听到了，决定明天吃了。到底不就是个卤味，到底要拖多久？关了，关台关台，啵啵啵啵啵。哎，你不要去甩啦！为什么不出去甩？甩个，拜拜，早点睡，好累。